ありがとうございます。今回ですけども、今回のね、18のポンドが、K のね、ファッション部屋の、もう一個 の、 あのチャンネルがなんかあるらしくて、そのね、動画が、昨日ね、こちらのね、動画があったんですよ。で、ファッションがイケてる人の、共通点っていうね、まあなんか話題で、まあ、トークをね、あの話してるっていう動画があって、僕ね、それ見たんですよ。うん。まあ、動画にできるかなと思って、俺の方でも動画にできるなと思ってチェックしました。で、まあ、そのね、ファッションが着てる人の共通点っていうね、話題のところを見て僕思ったことがあるんで、ちょっとね話させてもらおうかなって思います。はい、じゃあね、まあ、そんな感じで、今回はそのね、題材をもとに僕がね、僕の意見をね話していこうかなと思うんでね、ぜひ最後までご視聴お願いします。はい、というね、じゃあまあそんな感じで、まあ、いつもね言わさせてもらってるんですけども、僕のチャンネルね、1日2本投稿していまして、18時に1本目の動画、21時に2本目の動画で、僕のチャンネルね、サブチャンネルとかメインチャンネルっていうふうに分けてるんじゃなくて、サブチャンネルに上がるような動画とメインチャンネルに上がるような動画をこの1本のチャンネルで、配信すると。で、それがね、18時に1本目の動画が、このチャンネルの、サブチャンネルに上がるような動画で、21日の動画がこのチャンネルのメイン動画になるんで、ぜひね、この動画をきっかけに僕のことをね、知ってくれた方もいると思うんで、ぜひね、今日の、僕のチャンネルに上がるね、21日の、このチャンネルのメイン動画も、ぜひご視聴お願いしますと。でね、僕ね、毎日日本投稿してるんで、いろんなね、動画上げてるんで、ぜひね、これからもチャンネル登録していただいて、ぜひご視聴お願いしますと。いうことで、じゃあ早速ね、本題ね入るんですけども、まず、ファッションがイケてる人の共通点、 K のファッション部屋の、意見としては、まずね、服とかいっぱい買ったり、服に対しての熱量があるっていう、うん、まあ、ファッションとか、まあ、服に対しての熱量があるっていうのはもうそもそも大前提、うん、として1個あるって言ってるんですよ。で、まあ、それと、なんだっけな、まあ、ちょっとねメモってるんだけど、服よりもその人の方が目立ってるとかっこいい、まあ、要は何ていうんですかね、服が浮いてないとかなんですかね、うん、なんかそういう感じ言ってたんですよ。ただ服よりもその人の方が目立ってるっていうか、まあ、服に目が行くんじゃなくてその人に目が行くっていう言い方がいいのかな、なんかその服よりも自分が主役になってるみたいな感じの人が、ファッションがイケてるなって、K さんは、K のファッション部屋さんはね、思うらしいんですよ。そう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 。だから、けど、俺はそこで、いや、ちゃうなと思ったんですね。うん。いや、それはちゃうと。うん。まあ、それもまあ、全然、うん、あると思うんですよね。うん、全然、まあ、ポイントとしては、まあ、間違ってはないし、うん。まあ、それはあると思います、全然。うん、間違ってはないですね、普通に。まあ、そもそもその服に対しての熱量が高いっていうのは、まあ、そもそも大前提として、まあ、その服じゃなくてもさ、こいつかっけえなとかって思う人ってさ、まあ、何かしらの志を持って、志を高く持って、まあ、それに取り組んでる人っていうのはもう かっこいいと思うな。それは大前提のことで、まあ、それはもうそもそも大前提として1個あるのはもちろんのことを、その服よりもその人の方が目立ってるとかっこいいっていうのも、まあ、全然間違ってないですね。はい。で、K さんの、 K のファッション部屋さんは言ってたんですけど、ここからね、僕の意見ちょっと言っていい？僕は、ファッションが生きてる人の共通点、僕の意見は、シンプル。うん。シンプルなこと言いますね。うん。自信がある人です。はい。まぁ、あ、ちょっとここからね、ここからね、紐解いていくんですけど、自信がある人。うん。まぁ、簡単ですよね、まあ、とにかく自分に自信がある人っていうのが、ファッションこいついけてるなって、僕は思う、ポイント、一番重要なポイントだと僕は思ってて、これなんでかっていうと、とにかくね、自信っていうのはね、自分に自信がある人っていうのはね、かっこよく見えるんですよね、ファッションとかその以前に、うん、そうだから、自信がある人っていうのは周りに対してもなんていうんですかね、周りより全然違ったようなオーラを放つし、自信があると、うん、なんかこいつ楽しそうだなとか、なんか周りを元気づける、イコールなんかこいつ見てたら、こいつ憧れるなとか、こいつみたいになりてえなとか、そうやって思わせれるのもそうだし、自分に自信が、あるとね、異様なオーラをね放つんですよ、うん、僕もね結構ね、自分に自信があるタイプで、
まあそれはみんなね、みんなが一番分かってると思います。僕はねすごい自信家っていうのはみんなが一番分かってると思うんですけど、僕もね街中歩いてるとやっぱり自分やっぱりね自信がある人っていうのは何らかね周りのやつらよりは全然違ったようなオーラを放ってたりとか、その人にしか出せない雰囲気っていうのがあるんですよ、うん、そうだからファッションが生きてる人の共通点、これ全然ファッションと関係ないやんって思うと思うんですけど、それは違くてね、例えば極論言うとファッションがめちゃくちゃかっこよくてもね、めちゃくちゃファッションかっこいいな、でもこいつなんか自信なさそうに歩いてるなみたいな、うん、ファッションかっこいいのになんか猫背でちょっとこうやって縮くまってさ、こうやって歩いてたらさ、その人かっこいいと思います？思わないよね。それそうなんですよ、そこなんですよね、もう大前提そこなんですよ。そうファッションがとにかくイケてても自信がない振る舞いだったり、自信がなさそうなそのオーラというか雰囲気とかだったら別にその人のことかっこいいとは思いませんよね。 それと同じでそのなんていうんですかね、ファッションがねまあ普通だとしても自信があるやつってめちゃくちゃかっこよく見えるんですよ。そうだからファッションがイケてる人の共通点は自信があるかどうかなんですよね。自分に自信を持ってるかどうかなんですよ。だからファッションが普通だとしても自信があるだけでプラス加点になるんですよね。そうそこなんですよね。だから K さんがね言ってたんですよ、服よりもその人の方が目立ってるとかっこいいっていうのはあながち自信がある、自分に自信があるみたいな言い換えになってるんじゃないかなと僕思ってて、その人の方が目立ってるってこと、目立ってるってイコール自分に自信があってその人にしか醸し出せないオーラみたいなのを放ってるからこそ服よりもその人の方が目立ってるみたいな、そう、 そういうふうにも言い換えれるんじゃないかなと思って、あながちちょっと K のファッション部屋の意見と、まあ、ちょっと似たようなところはあるんですけど、まあ、それをちょっと細かく言ったら服よりもその人のが目立ってるみたいな、感じだとは僕は思うんですけど、そうだ僕はファッションが着てる人の共通点は自分に自信がある人なのかなって思いますね、うん、まあ僕を見てたらそれ分かるでしょ、それはみんなが一番分かってると思うんですけど、僕もねすごい自信家じゃないですか、まあ、自信家になりたくてなろうと思ってるっていうか、もう根っからの自分に自信があるタイプなんで、もう何でも何でも何に対しても自信しかないみたいなタイプだから、やっぱりそういう人ってかっこよく見えるんですよね。かっこよくも見えるし周りから嫉妬されるというか、周りってやっぱり自信がある人ってなかなかいないんですよね。中途半端に自信がある人とかっていると思うんですけど、でもなんか周りからごちゃごちゃ言われたら一気に自信がなくなるみたいな、そういうタイプはねザラにいるんですけど、周りから何を言われてもなんていうんですかね、もう動じないぐらい自分に自信がある人ってもう数少ないんですよね、うん、やっぱりそういう人を見てるとなんか自信がない人の方が多いから、やっぱり自信がない人からしたら自分に自信がある人のことをなんか嫉妬しちゃうんですよね。だってみんな自分に自信持ちたいから、うん、だけど自分に自信が持てないイコール自分に自信がある人を見るとやっぱりその嫉妬しちゃうんですよね、ないものねだりというかさ、うん、だから僕結構嫉妬されやすいんですけど、まあでもね自分に自信がある、人がファッションが生きてる人の共通点だと僕は、K のファッション部屋をの意見を見て僕はそう思いました、うん、まあみんなもね、まあ、人それぞれファッションがイケてる人の共通点っていうのはみんな持ってると思うんですけど、まあ、ぜひね皆さんコメントでねそれぞれの方の意見ぜひねコメントで募集するんでね、ぜひぜひ、コメントお願いしますということで、みんなの意見も聞きたいんでね、僕は自分に自信がある人がファッションがイケてる人なのかなって、思います。そうですね、はい、まあ、こんな感じでね、まあ、今回ちょっとね一つの話題を取ってきてこうやって自分の意見をね言った動画だったんですけど、まあ、こんな感じでねこれどう思いますかみたいな、そういうなんか質問というか、まあ、トークの話題があれば、まあ、ぜひそういうのもねリクエストしてくれたらちょっと僕の意見とかもね言ったり
りしていこうかなと思うんでね。やっぱりね、みんなもね、こういうね、僕の意見ね、結構まあ、こういう18年購入動画でもそうだし、21年のね、動画でも、僕、いろんなね、まあ、購入品の動画とかの間にもさ、僕の考えとかさ、いろんな話をしてると思うんですけど、みんなもね、そういうところをね、結構聞いてくれて、まあ、いろいろその、みんなコメントとかしてくれるんで、まあ、ぜひね、みんなね、こういう話聞きたいですとかあったら、ぜひ、リクエストお願いしますということで、まあ、とにかくね、自信を持ちましょう。自分に自信があればね、もう何でも、かっこいいです。何でもかっこよく見れます。何でもかっこよくできます。はい。自信がなかったらね、かっこいいもの着ててもかっこよくないですから。自信を持つっていうのは、簡単そうですけど難しいんだよね。でも、簡単です。なんでかというと、一番手っ取り早いのは僕の動画を見ることじゃないですか。僕がやっぱり自信があるんで、やっぱりね、自信をつけたい人は、自信を持ってる人、自信がある人を見ると、自信が湧いてくるんですよね。なんか俺もできるかもみたいな感じで、だそれを積み重ねていけば自分自信がつくんじゃないですか。まあこれからも僕を見ててくださいよ。めちゃくちゃ僕自信家なんでね、本当に自分でもね、なんでこんな自分に自信あるんだろうってね、たまに自問自答するぐらい自分に自信があるんですけど、はい、まあそんな感じかな。まあ K のファッション部屋さんのね意見と、まあ、ちょっと似たような僕もこれは考えだったんで、まあ今回はね、K のファッション部屋、お前いいこと言ってるやん、いいこと言ってると思ったよ。まああながち俺の自信がそのある人っていうのとちょっと言い方は違うけど、多少似てるところはあると思うんで、まあ、今回はね、お前の意見、いいなと思ったよ。これからもね、ちゃんとね正解の意見をね、こっから下でね、動画にして、話してくれたらなって思います。はい、というわけでね、じゃあそんな感じで、この18年プロの動画は、ファッションが生きてる人の共通点っていう話題でね、僕の意見を言わさせてもらいましたということで、じゃあね、この動画は終わりにしたいと思うんで、21位のね、動画もね今日上がるんで、ぜひそちらもご視聴お願いしますということで、じゃあね、この動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。